朝ドラ専門チャンネルです。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。舞い上がれ第1回。目的地は快晴、それでは快適な空の旅をお楽しみください。舞はいい夢を見て目を覚ましました。それは家族で飛行機に乗って旅行に行く夢でした。1994年4月東大阪。 お父ちゃんは毎月100種類ものネジを作る町工場の社長です。去年の秋頃から原因不明の熱が出るようになった舞。始業式から7日も休んでしまい、新しいクラスで不安になっています。すみちゃんもきっと待ってる。と、お母ちゃんに背中を押され、学校に行くことに。お母ちゃんは、先生にご挨拶するといい。 一緒に投稿してくれました。学校で飼育しているうさぎのすみちゃんに、チモシーをあげていると、くるみにうさぎに触ったらあかんと言われ、マイはしゅんとしてしまいます。先生に何かやりたい係はあるかと聞かれても答えられないマイをフォローしたのは、お好み焼きや梅酢の息子、かしでした。マイはくるみと飼育係をすることになりましたが、 うさぎのすみちゃんが穴を掘って脱走してしまったのです。お母ちゃんに、走ったらいけないと言われてましたが、イは走ってすみちゃんを探しに行きました。すると、通りがかった高たしがすみちゃんを見つけてくれました。ごめんな、走らせてしもうてというくるみ。飼育係をやらせてしまって前に謝る高マイは、やりたかったと高たしにお礼を言いました。 みんなと遊べて羨ましがる舞に。合わしてるだけだ、という高志。お熱、大丈夫かと、心配してくれる高志の母、梅津雪の。母島の綺麗な景色が映っている母宛に届いたはがきをもらう舞。またお熱が出てしまう舞でした。